今日のコメント、いつも動画見ると面白い。本当にいつも動画見てくれてありがとう。ゲームでもアニポケでもなるべく安定したクオリティになるように頑張ります。どうもハルカットです。皆さん、スカーレット・バイオレットは楽しんでいますか？先日ゼロの秘宝の番外編が配信されることが発表されましたよね。そこで今回は SV の DLC 番外編の内容はどんなストーリーになるのかについて考察していきたいと思います。では関係ないけど、みんな年末の予定は決まった？毎年年末になると全然ネットに人いないんだよね。みんな突然31日になると YouTube から消えるよね。というわけで、方の最後まで聞いててください。カットのグッズが出たよ。概要欄のサイトからオンラインで購入可能です。アクキーとか缶バッジとかめちゃくちゃ可愛いよね。2、3ヶ月を目処に販売終了しちゃうから、欲しい方はぜひ早めに購入お願いします。 SB の DLC 番外編の内容はどんなストーリーになるのか。冒頭でも話したように、先日ポケモン公式から2024年1月11日の23時に SB の DLC ゼロの秘宝の番外編が配信されることが発表されたんですが、この番外編はどういったストーリーになるんでしょうか。まず番外編の PV で異様に強調されていたのが、商店の桃の置物、そして看板に書いてある桃太郎です。そして PV には北上の里しか映っていなかったことから、おそらくブルーベリー学園での話やエリアゼロの話の新要素はなく、北上の里中心のストーリーだということがわかります。ということは、前々から噂されていてまだ出ていない桃のポケモンが中心の物語になってくると思うんですが、この桃のポケモンの専用技と思われる技が現在指を振りで出てくると話題になっていて、それがジャロクの鎖という技です。実際の映像がこちら。ピンクの鎖をまとうような技なんですが、この鎖はトモッコと呼ばれる3匹のポケモンにもついていることがわかります。さらにこのトモッコの3匹は元は別のポケモンだったことが判明していて、この鎖をつけたからこそあのような邪悪なポケモンになってしまったようです。桃太郎の話では、桃太郎がきびだんごを配って3匹の犬、キジ、サルをお供にしていましたが、この昔話のように桃太郎がトモッコに鎖をつけさせ洗脳させたのではないかと考えると、今トモッコ3匹は主人公がゲットしているので、奪い返すために主人公に攻撃してくるような展開はありそうだなと思いました。その他の意見としては、僕のコメント欄でペパ、ネモ、ボタンの3人をお供にするために洗脳するのではという意見もありましたね。あとやっぱり桃のポケモンの洗脳が解けたから、トモッコの3体の姿は元の鎖をつける前の姿に変わる可能性もあります。そうなったら既存のポケモンではないかと思うので、新ポケモンが増えることになりますよね。どうなんでしょうか。皆さんは番外編はどんなストーリーになると思いますか。よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで SV の DLC 番外編の内容はどういったストーリーになるのかについてでした。ちょっとボスターちゃん、トリックスコープさん、よろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。